はい、ということでね、始まりました、マイスの裸パート10かな。今回なんですけど、まあ、ちょっとタクシーの中からお送りしてて、まあ今一人で、ちょっとカメラマン今回ちょっといないんですけど、実は今日歯をね、抜くことに、前多分言ってたと思うんですよ、ウーバーの時に言ってたと思うんですけど、歯を抜くことになりまして、で多分、まあ、矯正で、まあ、急速拡大装置っていうのを、まあ、ヒカルと一緒につけてて、で3ヶ月経ちました。で無事上顎が拡大されたっていうことで、先生的にも今 OK だというので、2日前ぐらいに外して、今本当にね、装置がない状態なんで、もうめちゃくちゃ物とかも引っかからずに、装置がなくなったんで、そこに間に入ることもなく、もうすごい快適な食事をできるようになって、まあ外すときちょっと痛かったんですけど、でもまあ痛みも収まってきて、今はもう全然、まあ、痛みもなくて、もう滑舌も、まあ滑舌自体はもう装置最初はめっちゃ良かったんですけどね、その急速拡大装置入れたときは滑舌も悪くなったし、唾も飲み込みにくかったりとかしたんですけど、今はもう全くそういうこともなくて、慣れてたんでね。でも外したらやっぱ余計にもう何の引っかかりもなくて、めっちゃ喋りやすいし、でなんかまあ息もしやすくなった感はありますね、今のところですけど。息もしやすくなってて、姿勢良くなったって言われますし、もう今のところメリットだらけで、まあ時間はかかったんですけど、ようやくまあそれも外して、で、次の段階ですね、歯の表側にあれつけるんですよ、あの矯正のやつ、なんていう装置か知らないんです、矯正器具をつけて並べていくっていう段階で、僕の場合は歯の並びがちょっと悪かったんで、歯を抜かないといけないっていうふうに言われまして、で合計4本、抜くことになりました、結局。上2本、下2本で、確かこの辺の真ん中ら辺かな、このこの辺の歯をかがあるんですよ、歯並びで、これを抜くということで、でなんか一気に4本抜きたかったんですけど、なんか一気に4本抜いちゃうともう食えなくなるみたいな、痛みもあるし、やっぱ腫れもあるんで、食えないってことで、多分2本ずつって確か言われたと思います。左2本か右2本どっちかを今日抜きます。で、なんかまあ先生曰くめちゃくちゃ歯の抜くプロの方、まあ矯正の先生から紹介していただいて、今そこの病院に向かってる感じです。だから本当昨日とかもここ最近はマジで好きなもん食ってましたね。焼肉行きましたし、ケンタッキーとかがっつり食ったったんですよ、マジで。まあそこも動画すればよかったかもしれないですけど、まあ前はウーバー、前じゃないか、前は大食いしたんか、その前がウーバーだったんで、まあまあまあちょっと、まあ食う系もどうかなと思ったんで食わなかったんですよね。でまあこれはせっかくやったら動画にしようと、まあメインにはならないんで、さすがにサブで使おうと思ってて、まあ今撮ってるって感じです。まあ、本当にちょっとね、まあ、ドキドキはしてますよ、さすがに。歯を2本抜くわけなんで、まあ、親知らず抜いた時もドキドキしたんですけど、まあ、親知らずって奥に生えてる歯なんで、まあ抜いたところで見えないじゃないですか。まあここは腫れたんですけどね、当時もめちゃくちゃ。めっちゃ腫れたんですけど、目立たなくて、めちゃくちゃ、まあその腫れはあったけど、まあ、口の中で目立たないじゃないですか。でも今回って多分真ん中ぐらいなんで、目立つですよ、おそらく。目立つというか、まあ、目立たないか、ここら辺で、多分この辺なんで、まあ、でも、スキッパーにはなると思うんですよね。で、多分それを並び替えるってことだと思うんで、で、まあ、その4本抜き終わったら、2週間後にまた、矯正の家に行って、そこで、まあ、その、光がつけてるやつですね。あれをつけてっていう感じで、なんか、めっちゃ痛いらしいです、ちなみに。その、締めるとき、ワイヤーですかね、ワイヤーを締めるときがめっちゃ痛いらしくて、光も、僕に急速拡大装置とは比にならんぐらい正直痛かったとは言ってましたね。ただ全然その滑舌とかその辺は問題なくいけるらしくて、だから喋ることに対しては問題ないけど、やっぱりそのなんか違和感がすごいとは言ってましたね。なんか口になんかティッシュを詰め込んでるみたいな例えをしてたんですけど、なんかティッシュがここの上の前歯とかになんか詰められてるみたいな感覚に陥るらしいです。だからそれはちょっと嫌なんですけど、まあそれは僕当分先なんで、まあ、今回とりあえず歯を抜いてちょっとどんなになるのかなっていう、どんな感じなのかなっていうのはちょっと怖いですね。まあ、麻酔して歯を抜くんで痛みは少ないと思うんですけど、うん、
まあ、健康な方抜くのはちょっと不安なんですけど、まあでも すごく信頼できる矯正の方、矯正の、まあ、専門の人が言ってるんで、それやったら俺はもう歯がめちゃくちゃ綺麗になると、それに従ってね、治療頑張りたいなと思います。いやでもそれにしてももう最近暑いっすね。もうなんか一人トークとかマジで自信ないんですけど、いやもうやるしかないですよね。もうさすがに病院に、付き添ってもらうのはね、もう時間を浪費するんで、結構やっぱ夏で今忙しいんですよ。でサブちゃんもまあ毎日更新したかったんですけど、ちょっとまあ途切れたりとかもちょっとちらほらあっちゃったりとかして、まあでもそこ頑張りたいんで、まあ特にこの僕の松裸シリーズに関してはなんとか再生されたいっていうことで、まあまあちゃんとねネタは、一個一個結構考えてるというか、もうあんまり労力かかりすぎてもうメインとか編集とかもあるんで、そこに支障が出ない感じではちょっとはね工夫してアクセス取れるように、頑張ってるっていう感じです。タクシーの運転手さんがわざわざ気を使って多分動画回してるってことです。そのペーパーで、ちょっと時間が遅れるっていうことを伝えてくれました。ありがとうございます。だからね、まあまあまあ本当には、まあ、結構まあ美味しいものはいっぱい食べれたんで、まあ、心構えもできてます。抜くっていう当分食えないんだろうなっていう。で光もやっぱり矯正してそのマウスピースっていうかマウスピースの歯の矯正のなんかワイヤーにつけてから全然食えないみたいな、なんか痛いみたいな、めちゃくちゃ痛いみたいなこと言ってたんで、多分もう豆腐とかそういうスープとかウィダーとかそういうの中心になると思うんですけど、だからもしなんかこういうのおすすめとかあればコメント欄で教えてほしいですね。まあ矯正中だから僕は多分矯正をやってたんですけど、矯正の前段階だったんじゃないかな。多分本来急速拡大装置っていうのは多分つけない先生とかが多分多いと思うんですよ。だから基本的にはこの表からスタートなんで、今回からは多分ほぼちゃんとした矯正のスタートみたいな感じではあると思うんで、でもそれで言うとでも本当にまあ、急速拡大装置3ヶ月やって、光も僕もですけど、ここの顔のここですね、ここのラインがめっちゃやっぱシュッとしたって言われるようになりましたね。この E ラインとかも、まあ、前よりは顎がちゃんとちょっと出てるようになったとか光も言ってくれるし、だからなんかすごいその変化をそうやってなんかコラボしてくれ、まあコラボしたエミリンとか、まあ、テンチルとかもなんかいや本当変わりましたよみたいなと言ってくれたりとかしたんで、あやっぱ変わってるんだなっていう実感はすごい、やっぱ自分本人じゃそんな変わったんかなと思うんですけど、やっぱ会う人とかがそうやっていやここめちゃくちゃなんか脂肪がなくなったとか顔がやっぱシュッてなりましたって言ってくれると嬉しいんで、あ頑張ってよかったなみたいななるし、でまあ光もやっぱり、まあ、光を見ててもめっちゃわかるんですけど、俺はめっちゃ変わったの、ここが本当に肉が削ぎ落とされたというか、で別に体重が変わってるわけでもないんですよ。僕の場合なんか痩せすぎって言われてたじゃないですか、まあ、今も言われるんですけど、で、まあ、57とかまで落ちて今59までやっと戻ってきたんです、まあ、筋トレとか、まあ、食事とかも結構しっかり食べてとかしてようやくね59まで戻って、まあ、できればまあ61とか2ぐらいまで、まあ、筋力含めてつけてやりたいなっていうのを思ってて、うん、まあ、だから筋トレに関してもね、さすがに、ちょっとまあ裸シリーズとしては再生数が悪すぎたんで、まあ、打ち切りになっちゃったんですけど、まあ、筋トレ自体は続けてて、まあ、青さんですね、青さんと一緒に週1回か2回やってるんで、なんとか成果を出して、成果が出て本当に肉体が変わって、あこれでいけるなと思ったらちょっと1回はね、それぞれ再生数もさすがに肉体変化してるの取るかなと思うんで、その時にお見せできればなと、思ってます。やっぱ健康的に生きたいっていうのがちょっと本当に、30歳超えてからやっぱそういうのがね、まあ、光もやっぱそれはでも意識してる来てますよ、正直僕ら二人兄弟、まあ、年齢重ねてからはやっぱ健康大事だなっていうのでちょっと変わってきた、まあ、食生活は、ね、あんまり気にしすぎてもあれですよっていうのは結構コメント欄にもいただいてたんで、まあ、気にしすぎるのも良くないから、まあ、ちゃんとご飯白飯とかも普通に食ってますし、
あの、その制限はしてないです。その特別、まあ、ある程度脂質とか脂っこいものとか控えたりはしてるんですけど、でもまあ、それなりに結構自分の好きなもの食べたりとか、っていうのは、ちょっともう ゆったり考えてるようになってるんで、うん、そこは変わってきたかなっていうのはありますね。あとちなみに、あの、今、眉サロン行ってから、3日後ぐらいなんで、多分、めちゃくちゃ綺麗な状態です。あんまりその、眉サロン行ってすぐ撮ってることもあるんですけど、そんな言うことないじゃないですか、動画で。あの、メインチャンネルさすがに眉サロン最近行きましたとか、言うわけでもないんで、サブチャンネルだったらね、別に僕のプライベートの話とかでいいと思うんで、ほら、だから、なんか、多分、綺麗なんですよ、今めちゃくちゃ。で、この、ハイブローっていう、結構その、眉毛を足りてない部分を、生やす、あの、やつがあるんですよ。だから眉毛をまず整えてもらって、で、足りてない、この辺とかの、この眉尻っていうんですか、あの、この辺が足りてないんですよ、僕の場合。だから、それ付け足してもらってます、こうやって。ここ、ちょっとなんか白くなってるかもしれないです、今。でも、それでテープというか、なんかそういう技術があって、それで、あの、書き足してもらって、それでも2週間しか継続しないんですけど、でもやっぱ、それやるだけで、まあ、それ自体もなんか嬉しいし、やっぱ綺麗な眉毛みたいな僕テンション上がるんです。あと褒められたりするんですよ、やっぱり。そういう、まあ、モンリョウさんとか、特にモンリョウさんとかめっちゃ褒めてくれるんですよ、マジで。前やった時もなんか、前さら行って、まあ3日後、4日後ぐらいだったんで、まあ綺麗かったんですけど、確かに。めっちゃ眉毛綺麗ですね、とか。そういう風に褒めてくれるんで、まあ、やっぱ見る人とか美意識高い人見てるんだなと思って、眉毛とか。って思って。うん、だから毎月、欠かさず言ってるとこ眉毛かもしれないです、僕の場合。うん、髪の毛は、まあ、佐々木さんなんで言って、本当は1ヶ月に1回行きたいんですけど、まあ、なんか、結構撮影とか忙しかったら、まあ、めんどくさくなっちゃって、で、撮影、スケジュールとかもろもろ合わなくて、佐々木さんのスケジュールも合わなくて、2ヶ月に1回とかになったりするんですよ。だからカットとかからまとめてしてもらったりとかで、まあ、2ヶ月に1回ぐらいかな、カットに関しては。本当は1ヶ月に1回のペースで行きたいんですけど、まあ、なんやかんや2ヶ月に1回のペースになってるって感じですね。こんな感じかな。まあ、夏はちょっと本当に気合いの入れた企画をいっぱいね、まあ、ヒカルチャンネル盛り込んでるんで、あの楽しみにしておいてほしいなっていうのと、まあ結構もう、なんやかんや13分経っちゃったんで、もう十分なんですけど、あの、これさすがに、施術中は無理なんで、終わってから、歯が抜けてからも回そうと思ってます。やっぱり歯を抜くっていうこれ動画なんで、さすがにこの前だけのトークで終わらせたら、あれだと思うんで、まあ一切行って、施術が終わって、まあそこの感想ですね。普通に抜いた時の感想と、実際どんな感じの日もスキッパーになってるのまあ、グロかってちょっと見せれないですけど、はい。それはちょっとやろうかなと思います。だからもうね、十分取ったんで、一旦、こうぐらいして、病院まで。じゃあ、歯の施術終わるまで、溶けてます。はい、ということで、歯抜き終わりました。まあもう結構、あれからちょっと時間経って、まあ、もう血も止まって、あの、抜いてきました。これです。高田さん見てください、これ。結構えぐくないですか？なんか、歯ってこんな根深かって細いんだと思いました。それ持って帰ってくるんですか？なんか、一応まあ、な動画上なんか持って帰ってきた方が、まあ、出せるかなと思って、うん、なんかゴルフのあれみたいです土台みたいですねピンですかはいなんか細長かったですドライバーの時にそれで打ちましょう一回いやいやなんかもうやっぱあれっすねなんか麻酔がちょっとチクッとするぐらいなんですけどそのミシミシ用とかいいやつねいや確かにあのなんか歯をこう、うん、メリメリ結構力づくっすよねやばいっすだから僕も一回親知らず見たことあるんですけど、はい、そんな力づくなんだと思いましたよ本当にやばいっすね結構原始的な感じっすよねガリってなんかいく感じでパワープレーっすねめっちゃやっぱ血出たっすねあの感じでいくとっすよはい多分もう前さんあと2本抜くんですよね抜くっす多分それ僕でいいっすよどういうことですかだってあれ専門的な多分あれいらないっすよ多分もう泣き叫ぶんじゃないですかやいやリアルに麻酔してなかったやっぱやばいっしょ麻酔だけ打って僕やりましょうよじゃあ意味わかんないでしょ抜く歯だけどうしようでしょ抜く歯だけちょっとあの、はい、マーキングだけしてもらって、はい、あと僕やるんで帰ってきてくださいそしたらイエスイエスそれインスタライブでやりましょう
捧げ歯を抜くですか。歯を抜く番外編ですか。番外編捧げのあれである海縁乗り手で使うんですか。いやもう普通にただのインスタライブ50万人フォロワー行くまでマイスターの歯を抜く続け50万はやばいですよ絶対行かないですよマイスターのアカウントで。だからもう歯ないですよ今俺4番目の歯、はい、でまあ見えないですよ。見えないですか、はい、多分こっちもだから同じ4番目の歯が両、まあ、上と下です。正面は全然わかんないね。よかったです。でまあ、あと虫歯があることが発覚したんですか。裏側とかに、うん、だからできててでそれも治療して。虫歯きついですね。そうです。だから矯正器具つけたら歯磨きしにくくなるんで。えそれ抜いてる時動画撮ってるんですか。いや撮ってない。撮れないさすがに。やっぱあそれダメなんですね。それダメでしたね。だからやっぱしかもエグいじゃないですか動画撮ってても。まあリアクションだけってことですよね、うんはい、しかもリアクションもなかったんでもう本当に待ってるだけですね。確かにしかも歯医者ってリアクション取りづらいですよね。口固定されてるじゃないですか。そうなんです。だから無理でしたねそこ。だからもう、まあ、終わったって感じでした。だからちょっと飯が遠また食えないじゃないですか、はい、うまい飯が、はい、それだけちょっと嫌やなっていう感じですね。じゃああの60何万人記念とかはもうお前さん抜きで行っていいですか。行きますそこ食べれないですよね多分。なんか、はい、食べれることは食べれると思うんですよ。ただ両方抜いた時に、はい、まあ左右ないじゃないですか。それでだから前歯とかだけで食うことになるかもしれないんで。あもうこらったパターンで食べるんですね。そうですね。だからそれだけがちょっと心配なんですけど、まあ行きますよそこは。行った方が楽しいじゃないですか言って。まあまあまあそうですねお前さんがいないとやっぱそうですね。お会計が、お会計が、いやいや、お会計別に光がやってくれいいじゃん。まあでもよかったですね、普通に。まあ無事そんな、別に普通そうじゃないですか、今。そうですね、だからもう血も止まったんで、うん、なんか結構血ずっと出たり、なんか麻酔切れたら痛いかなと思ったんですけど、うん、それもなくて、よかったです。はぁ、ほっとしてましたね、でも。ほっとしてたんですか。ほっとしましたよ、やっぱり。ああ、よかったです、よかった。はい、終わり。